スクールガールゾンビハンター。手分けをして爆弾を仕掛け、この施設を壊滅させる。爆弾を仕掛けるポイントは、さっきのゾンビがいた向こうがおそらくこの施設の中心部だ。そこに爆弾をセットする。 ZPF の人が言うには、この爆弾の威力はそれほど大きくないそうだ。なので4つ仕掛ける必要がある。みんな頼まれてくれるか。もちろんですよ。ではさっさと仕掛けて終わらせてしまいましょう。そうもいかないみたいですよ。うわー、すごい数いるじゃん。あら、ではまずあいつらを片付けてしまいましょうか。いや、ここは私がおとりになる。エナミ、また一人でそういう。違うよ姫路、これはみんなを信じてるからだよ。わかりました、行ってきます。仕方がありませんわね。今回の舞台の主役は譲って差し上げますわ。よし、じゃあ。あ、みんなどうしました？うん、無事に帰ったらみんなで女子会を開こう。はい、いいですね女子会。リサ楽しそうだよね。え、女子会ね。どうした久保田、嫌いか女子会は。嫌いではないです。そうじゃなくて、女子会をやるのは構いませんが、上条さんがキャラに合わないことを突然言い出したので驚いてるだけですわ。え、そうか。あれ、みんな知らない？エナミーは意外と乙女だよ。そうだったんだ。重大な任務の前に意外な秘密を知って気持ちの整理がつかないのは私だけ？私も。私が女子会というのは似合わないのか。未知なるがゆえに恐ろしいですわね。さあ皆さん、爆弾を仕掛けに参りますわよ。よーい、アクション。エナミンドンマイ。なんだろう、釈然としない。来いゾンビども、今の私はなんだかすごく不愉快だ。生き残ることだけを考える。リロード、毒をくまだだ。まだだ。リロード、よし撃ち抜け。食らえ、もらうぞ。回収する。
爆破する。あと1分リロード。よし、そこだけ。危ないところだった。リロード。くらえ。あと30秒もらうぞ。リロード。命がけでいくぞ。これでも食らえ。ミッションをもらうぞ。これだけ相手にすると消耗するものだな。まだいるのか。気がない。エナミーン。爆弾4つ仕掛け終えました。早く脱出しましょう。よし、じゃあゾンビの中を突っ切っていく。ハギャ、先頭に立ってくれ。了解、任せてください。その後ろ、久保田と姫路が援護。金崎、しんがりを頼む。しんがりこそ戦場の花、よろしくてよ。私は今あまり戦力になれそうにない。頼んだぞ。それじゃあ思いっきり行くからね。こら、どいたどいたどいた。起爆なさって。よし、行くぞ。無事に爆発したみたいですね。やったじゃん私たち。喜ぶのは早いですわよ。施設が壊れてなければ意味がないからな。じゃあさ、 ZPF に聞いてみようよ。電磁波消えてるって。そうだな、一度拠点に戻ろう。クソが、なんてざまだ。あの女どもの仕業だな。許さねえぞ。武器か、ありがたい。